先ほど沖縄に行った話しましたけど、うん、エリアさん南国好きですよね。大好きだよ、うん、南国ね、うん、P さんはあれなんですか、今回沖縄のどこ行ったんですか。実はね、沖縄今まですでにこう9回行ってて、行ったね、いろんなとこはすでに行ってたんですよね。そうなんだ、うん、いや沖縄ね、特にね、うん、チュラ海水族館も行ったね、はいはいはい、ジンベエザメでかいしね、うん、まあ、うん、チャタンとかね、うん、もう観覧車綺麗だったり、うん、温泉や海があったり、うん、最高、最高ですよね。最高で、まあ僕もいろいろ考えたんですよ、どこにね行こうかなと、はい、連れてってくれるって言ってくれたからね。ああ、でちょっと人が行かないところに行こうかなと。辺野古だっけ前言ってませんでしたネタバラシすんなよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。な、米軍基地があってね、台本読んじゃったよ、間違えて。普天間基地をそこに移そうとしてる場所ですよね。辺野古って何なの、揉めてるとこじゃなかったっけ。揉めてますよ、揉めてますよ、うん、で一番ニュースで言われてるんじゃないですか、沖縄のことで辺野古辺野古って言われてるんですか。まあ言われてるね、辺野古の。まあ実際地元の人でも行きたがらない場所だったんですよはいはいはい、はい、で沖縄の人に連れてってもらったんですけど、うん、ちょっとね行きたくないなって言われましたね。まあね、まあそんなね水族館とは違いますからね。全然違いますね。でしかもこの話もラジオですもん、なかなか微妙ですからね。じゃあカットしましょうかね。いやいや、カットしてもね、それ微妙なラインでちゃんと話しようかと思ってるんです僕は。微妙になったらカットします、ね、ちゃんと私はいけるように考えてやってますからね。エリアさんは結構もうそれ超えてしまってあの強制的に切られるんですけど、20回ぐらいカットされてますけど、ね、うん、私は多分 ね大丈夫です。やかましいわ。で、まあ、僕自身は辺野古に反対運動しに行ったわけでも、はいはい、賛成運動しに行ったわけでもないんですよね。しに行ってどうすんの何してんので、みんなそれしてるわけです。反対運動してるからそこにいるからね。ピースさんがしたところでね、うん、まあ、でどういうことが起こってるのかを見に行こうと思って、まあ社会勉強しに行ったんですね。そういうことですね。なるほど、辺野古、うん、まあ人が行きたがらないし、うん、みんな行かないような場所だから、まあね、ちょっと勉強に行こうかなと。はいはいはい、ね、観光地でもないけどね。はいはいはい、はい、で拡声器で反対を叫んでこう腕組んでる人たちがわーっていたんで、はいはい、なるほど、その中ちょっとふわーって入ってったんですよ。おなら一人の人に声かけられたんですね。おで、こう言われたんですよ。なんて言う、右翼の人ですか聞かれた。見えたんじゃん。そう、いや、ジーザスは心の中にいますよって返したんですよ。その返しもちょっと相手には分からなくて、うん、結構わきあがない返しですけどね、うんうん、まあもうええかなと思って、まあまあ、何でもええわ、ジーザス今、うん、で今まで訪問者と結構感情的なやり取りがあったみたいだったので、うん、なんかこう僕らとの会話にはその人はちょっとホッとはしてたんですよね、まあ、普通は話にならないみたいです、うん、そう、なんかだからそう、本当にそういう人たちが来て話したらもう全然あれだったみたいですね。どうした、地元の人だったの。まあ、東京の人でしたけどね。うん、賛成反対、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあね、まあ、みんなは戦争はしたくないっていうのが共通の願いじゃないですか、うん、そうだ ね、沖縄では痛ましい事件が起こって悲しみももちろんあるんですけど、はいはいはい、見ましたよ、胸痛みますよ、うん、でも地元の人の話をね、はい、僕が聞くとこんなことも言ってくれたんですよ、うん、あの米兵が倒れた人を救助して命が助かった、まあ、そんなことがあったって。はいはいはい、はい、まあね、事件もあったけどそういうことも一方であると。お、国とかの違いはあるかもしれないけど、うん、一人の人間として向き合う、うんうん、そういう部分も必要なんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。ゴスペルミュージックでは、神は国や人種思想を超えて、うん、一人の人を愛しているというメッセージが語られています。なるほど、人と人が向き合って愛するという原点に戻る大切さ学ばされました。よかったね。